琥珀と言います、はい、何歳ぐらいですか？約5歳で男の子です。どんな性格ですか？そうですね、とってもフレンドリーで、猫にも人にもフレンドリーで、すぐ寄ってきてはもうベタってドカッてもう密着して、まあベタッと常にもう本当密着度が高いですね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市の動物保護団体 NPO アニマル365に保護されている新しい飼い主さん募集中の猫さんたちをご紹介。気に入った猫、気になる猫をチェックしてね。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。毎週末いろんなところで行われているアニマル365の譲渡会。新しい飼い主さんとの出会いを待つ猫や犬がいっぱい。普段は会員さんの自宅やシェルターで大切に保護されています。この猫たちは今日が譲渡会デビュー。慣れない場所で緊張しているね。飼い主さんになってくれる人が現れるといいね。アニマル365です。飼い主のいない犬や猫を新しい飼い主につなげるという活動をしております。保護している子たちは保健所に収容された後引き出された子たち、あるいは捨てられた子たち、または飼い主さんの事情によって飼えなくなった子たちなど、いろいろな事情でここに集まっています。性格もいろいろです。なのでライフスタイルに合わせて提案することができます。アニマル365のホームページなどお問い合わせください。最後まで大切にしていただける方に譲渡できればと思っております。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。それでは飼い主さん募集中の猫さんご紹介。まずは
琥珀と言います。とってもフレンドリーで、猫にも人にもフレンドリーで、すぐ寄ってきてはもうベタってドカッてもう身を寄り添っていたい感じですね。密着したい。そうですね、密着してまあベタッと常にもう本当密着度が高いですね。どういう経緯で保護されたんですか？もともとこちら大洲市の被災猫ということで、豪雨の、はい、あの仮設住宅に結構な頭数を入れていたということなんですけれども、そこから、まあ、その仮設住宅にエアコンがない、真夏なのにエアコンがないということで、急遽何匹かを引き受けるという形になって、そのうちの1匹が琥珀くんになりました。ちょっと大きい気がしますが、体重はどれくらいあるんでしょうね。そうですね、ちょっと測ったことはないんですけど、抱っこした感じですと5キロは軽く超えてるかと思います。デブ猫。でもね、デブっていうよりは多分骨格がでかいんですよ。で、多分なんですが、ちょっと他の子、なんか幼猫か何かの血が入ってるのかなと、雑種だとは思うんですが、大きいんじゃないかなと。もう顔が大きいですね一回スイッチが入っちゃうと、どうしても猛ダッシュ、部屋中を猛ダッシュし始めますので、目の前の障害物は見えないようで、いろんなものが落とされます。それでも大丈夫っていう方でしたらもう大歓迎です。じゃあ部屋中ガラス作家だとか陶芸家さんとか以外。あ、そうですね、そちら多分ちょっと鬼門になりますね可愛いですね。とにかくスリスリ、もう呼べば来たりもしてくれるし、なんか寝っ転がってると必ずなんか腕枕とか強要されますね。たまらんねもう膝に乗ってきたり腕枕するのは結構当たり前にやってきますね、この子は。お手入れとか何かしてやったら喜ぶことありますか？やっぱりブラッシング好きみたいで、あとちょっと顎がどうしても黒いので、顎ニキビですね、こちらも今毎日、ウエットティッシュとかで湿らせてこう濡らして拭いたりはするんですけど、なかなか黒いのが取れないので、そちらもできればケアしてあげたいなって思います。ケージにも慣れてる。あ、そうですね、もともとアニマルのシェルターにいたんですけれども、そこでは一旦ケージの暮らしをしてもらっていまして、で、我が家でも基本ケージに入ってもらっていたり、フリーにする時間も多いんですけれども、まあ一応ケージに入ってもらってます。琥珀くんでした。この後もたくさん猫を紹介するよ。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ちょろはい、この子の名前はトロって言います。はい、男の子、約4歳になります。うちのもうマンションの駐車場に突如現れたんですけれども、ご飯をあげていたらすぐ慣れてしまったので、あ、これは多分もともと飼われていた猫だろうなということで、まあ、捨てられたのか逃げ出したのかわからないんですけれども、ちょっと人慣れしすぎると
あの虐待とかが怖かったんで、とりあえず保護しました。でも保護した後ゆっくりこう性格を見ていくと、意外にビビリでして、すごくビビリなんだけれども、とっても甘えたい派なんですよね。で、甘えん坊で食いしん坊、まあよく食べます。はい。で、まあ、この子とても臆病な一面があるんですけれども、時間さえあればすぐ甘えん坊に変わるので、人になれるのは早いかなと思ってます。ただ、まあ、体格が大きいこともあり、他の猫と遊ぼうとすると力加減がどうやら分かっていないようで、他の猫がすごく嫌がることが多いので、できたら一匹飼いがいいかもしれないです。トロくんでした。この後もたくさん猫を紹介します。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。シャシャーくんです。はい、どんな子ですか？もうとにかくもう誰でも人大好きで、もう人と見たらもうスリスリゴロゴロの超甘えん坊です。お顔よく見せてください。シャ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 、顔見して。それは近い近い近い。シャシャーくんです。キジトラくんですかね。キジトラですね。はい、トラです。はい。体重何キロぐらいですか？4キロあるかな。シャシャーくんです。続いてはレンくん、どんな子ですか？この子も人懐っこくって、まあ、ちょっと空気読まないところはありますけど、で、まあ、大体何か悪さするのはこの子です。で、悪さって、はい、何を？脱走しようとするとか、あのケージの上から他の子の、あの手を突っ込んで悪さするとか、なんかやらかすのはこの子ですね。毛並みがすごいいい色ですよね。体格もいいですし。何キロぐらいですか？6キロあるかな。何歳？3歳、4歳ぐらいかな。はい。もう一回名前を。レンです。レンくん。この子は保健所から来ました。いよちゃん。はい。どんな子ですか？これもまたシャム系のような、シャミーとよく似た柄ですね。シャムになるのかな。グレーですかね。グレーというよりはどっちかと焦げ茶よね。焦げ茶のしましまの、しまもちょっと少ないかな。ちょっとでも綺麗な子ですね。体重はどれくらいありますか？体重は4キロから5キロぐらいですね。まあまあな。まあまあですね。抱っこできる？抱っこ好きですね。甘えん坊なんで。どんなご家庭がいいでしょうね。はあ、そうですね、まあ、あんまりちっちゃい子はどうかなと思うけど、慣れたら全然大丈夫だと思います。どんなお家でも行くんじゃないかと思います。他の猫ちゃんは？他の猫とも、まあ、相性はあるんですけど、はい、なんとかやっていけるタイプではないかなと思います、女の子の割には。はい。犬や猫、
フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。続いてはまさきくん。はい。男の子。はい。すりごろっていうのは甘えん坊で、すりすりごろごろきます。ちょっと人見知りするんですか？そうですね。私はなんかあんまり好かれてないみたいで。誰にでもってことじゃないですか。うん、そうですね。最近やっと、はい、来てくれて、こっちがびっくりするみたいな。はい、保護して4年が経って。そうですね。最初はもっと触れないぐらいまあまあやばい子だったんですけど、はい。時間が経つとともに。そうですね。あの他のメンバーは、ああ今日も来てくれた、すごいスリスリゴロゴロ来てくれたって喜んでます。そうなんですか。はい、柄はキジトラですね。キジトラちゃん、はい、シャミーちゃん、はい、女の子、女の子、少しビビり、はい、シャミーちゃん、あら人見知りタイプかしら。そうですね。これ毛色は薄い、あシャム系のグレーですか。うーん、どうなんでしょうね。ここの子はこういう柄が多かったんですよ。シャミ、シャミちゃん、シャミ。耳はこっち向いて。そうですね。シャミ、シャミ。ちゃ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 。あ、ついてくれた。ちょっと残念なお顔なんですけどね。悲しげな。そうですね。顔がちょっと真ん中に寄ってますね。可愛いですね。せっかく向いたのにね。シャミちゃん、瞬殺でした。シャミちゃん、シャミ。なんだよ。顔が大きい。体重は何キロぐらいあるんですかね。シャミちゃん。まあでも筋肉じゃないんでね。贅肉ですか。多分 5.5 ぐらいじゃないかな。あまり動かない。動かないですね、あんまりね。じゃあおばあちゃんと一緒におったりとかできそうな感じですね。あの人はちょっとビビるんで、新しいところとかで、猫も、うんうん、猫に対してもちょっと、うん、な感じ、ね、な感じなので、まあ、できたら一匹でゆっくり、うん、暮らしてくれるお家があればいいなと思います。子供さんがいないような。そうですね、落ち着いたお家がいいかな。なるほど。もともとは多分甘えたいタイプだと思うので。はいはい、うん、シャミちゃん。まあ、特徴はある顔してますよ ね。マニアにはたまらない。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。
松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。続いてはハチヨちゃん、女の子。はい、はい、どんな子ですか？うん、8割れ、8割れ、綺麗な8割れ、鼻くそなしですね。鼻くそ悪い、はい、この子も女の子で、はい、うん、この子もそうですね、やっぱり気まぐれですね。寄ってくることもたまにあります、はい、でもなんていうかな、触れないとかもう逃げて逃げてっていうようなことはないです。うん、気が向けばそれこそお腹出して撫でられてます。はい、何歳ぐらいでしたっけ？3歳ぐらいかな。綺麗、はい、にしてますね。そうですね、女の子なんで綺麗好きですね。はちよちゃん、ここに来てどれぐらいになるんですか？うちの会に来てってことですか？うちの会に来てからは、もうかなりなりますね。あ、いや、3年前です。この子は、はい、ちっちゃい時から来てます。フォーマンボディが見えてます。いいですね。そうですね。ちゃんと長さ揃えてます。続いてはのんちゃん。この子も人好きです。近くに寄ってきて、お尻をポンポンしてくれと尻尾短めなの？そうなんです、あれがチャームポイントですね。ハムスターの尻尾のような、まあちょっとふくよかな、マイペースなの。そうですね、フォーマンボディですね。わがままボディ。のんちゃん、のんちゃんおいで。あ、好きですね、やっぱり。うん、のんちゃん。のんおいで。のんちゃん。のんちゃんおいで。あら、ちょっといつもと様子が違うようですね。のんちゃん、のんおいで。あ、来た来た。はいで、カメラを見てますね。はいで、なんちゃん来ないそうです。ハチワレちゃんです。そう、綺麗なハチワレですね。鼻くそなしです。鼻くそありなしで、はい。続いてはしらすちゃんです。お願いします。はい、どんな子ですか？この子も人は好きで、この部屋に入ると必ずへそ天でお腹を出して目の前で転がります。女の子、女の子ですね。チャームポイントはやっぱお花の、そうですね、やっぱり大きな鼻くそでしょうか。鼻くそ言ったらいかん。女の子やでも、オリジナリティ、そうですね、まあ特徴ですよね、一つのね。体重は4キロぐらいですか、ね、4キロないかなぐらいですかね。背丈が割とちっちゃいんで。小柄な。抱っこはどうですかね？抱っこはね、あんまり好きではないです。触ってもらうのは好きなんですけど、抱っこはいまいちですね。触れる。他の猫ちゃんとは、他の猫とは普通ですね。なるほど、ああやって甘えていったりとか、うん、割と空気は読めるタイプだと思います。続いては小梅ちゃんです。はい、どんな子でしょうか？どれどれ、そうですね、人は嫌いではない
気が向くと寄ってくる、うん、でこっちから行くと逃げます猫らしいといえば、ね、そうですね、はい。何歳ぐらい？3歳ぐらいですね。保健所にいたんですか？そうですね。食欲とかはどうですか？まあ、あの体つき見てもらったら分かると思うんですけど十分な感じですね。そうですね、はい。おめっちゃんです。はい、あゆちゃんです。じゃん、おこやかしいタイプそうですね、この子もまあ、気まぐれですかね。気が向くとこうやって撫でさせてくれるんですけど、油断すると手が出たり時々口が出たりします。すごい噛み方なんですか？あの、まあ、甘がみの一歩進んだようなぐらい手前じゃなくてちょっと一歩進んだぐらいかな。お猫様タイプ。そうですね、女の子なので。女の子のチャトラ、はい、チャトラ、そうですね。珍しいですね、はい。何歳ぐらいですか？5歳ぐらいだと思います。なるほど。この子は保健所ですか？そうですね。珍しいですね。ただちょっと気難しいところはあるので、はい、さっき出てきたのんちゃんとは仲悪いです。一方的にこっちが多分喧嘩売ってるんだと思うんですけど喧嘩早い面がある。そうですね、気に入らない子にはちょっと意地悪しますね。それもちょっと女の子っぽいといえば女の子っぽいんでしょうかね。パッと見て浮かんだ名前です、うん、はい、チャトラの女の子。そうですね。この子はオー君、オスで5歳ぐらい、2年ほど前に保護されました。慣れると甘えん坊になる素質あり、恥ずかしがり屋さんです。気長に付き合ってくれる飼い主さん募集中です。気になる猫がいたらまずはお試しで飼うことができますので、アニマル365にアクセスしてください。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。